自作を語る太宰治。私は今日まで自作について語ったことが一度もない。嫌なのである。読者が読んでわからなかったらそれまでの話だ。創作集に序文をつけることさえ嫌である。自作を説明するということはすでに作者の敗北であると思っている。不愉快千万のことである。私が A という作品を作る。読者が読む。読者は A を面白くないと言う。嫌な作品だと言う。それまでの話だ。いや、面白いはずだがという抗弁は成り立つわけはない。作者はいよいよ惨めになるばかりである。嫌ならよしなである。随分皆に分かってもらいたくて、できるだけ丁寧に書いたはずである。それでもわからないならば黙って引き下がるばかりである。私の友人はほんの数えるくらいしかない。私はその少数の友人にも自作の注釈をしたことはない。発表しても黙っている。あそこのところには苦心をしましたなど一度も言ったことがない。興ざめなのである。そんな苦心談でもって人を圧倒してまで、おぎりの喝采を得ようとは思わない。芸術はそんなに人に強いるものではないと思う。一日に30枚は平気で書ける作家もいるという。私は一日5枚書くと大威張りだ。描写が下手だから苦労するのである。語彙が貧弱だからペンが渋るのである。地質は作家の恥辱である。一枚書くのに 2,3 度は辞林を調べている。嘘字かどうか不安なのである。自作を語れと言われるとどうして私はこんなに怒るのだろう。私は自分の作品をあまり認めていないし、またよその人の作品もそんなに認めていない。私が今考えていることをそのまま率直に述べたら、人はたちまち私を狂人扱いにするだろう。狂人扱いは嫌だ。やはり私は沈黙していなければならぬ。もう少しの我慢である。ああ、早く1枚3円以上の小説ばかりを書きたい。こんなことでは作家は衰弱するばかりである。私が初めて文芸に創作を打ってからもう7年になる。流行はしたくない。また流行するわけもない。流行の虚無も知っている。1年1冊の創作集を出し、3000部くらいは売れてくれ。私の今までの10冊近い創作集のうちで、2500部の出版が最高である。私の作品はどう考えたって映画化も劇化もされる余地がない。だから優れた作品なのだというわけではない。罪と罰でも田園交響楽でも安倍一族でもちゃんと映画になっている様子だ。女の決闘の映画などはありえない。どうも自作を語るのは嫌だ。自己嫌悪でいっぱいだ。我が子を語れと言われたら、志賀直哉ほどの達人でもちょっと躊躇するに違いない。出来のいい子は出来のいい子で可愛いし、出来の悪い子は一層また悲しく可愛い。その間の機微を誤たず人に言い伝えるのは至難である。それをまた無理に語らせようとするのも酷ではないか。私は私の作品と共に生きている。私はいつでも言いたいことは作品の中で言っている。他に言いたいことはない。だからその作品が拒否せられたらそれっきりだ。一言もない。私は私の作品を褒めてくれた人の前では極度に矮小になる。その人を騙しているような気がするのだ。反対に、私の作品に悪魔を投げる人を例外なく軽蔑する。何を言ってやがると思う。今度川出書房から
金作だけを集めた女の血統という創作集が出版せられた。女の血統はこの雑誌文章に半可年間連載せられ、いたずらに読者を退屈がらせた様子である。今度まとめて一本にしたのを機会に感想をお書きなさい。その他の作品にも触れて書いてくれたら結構に思います、というのが編集者辻森さんの言いつけである。辻森さんにはこれまでわがままを通してもらった、断りきれないのである。私には今さら感想は何もない。この頃は次の制作に夢中である。友人山岸外志君から手紙をもらった。走れメロス、その義真に通然とし、駆け込み訴えその愛欲地に帰せんとす。亀井勝一郎君からも手紙をもらった。走れメロス、再読三読いよいよよし、傑作である。友人はありがたいものである。一巻の創作集の中から作者の意図を誤たず摘出してくれる。山岸君も亀井君もおざなりを言うような軽薄な人物ではない。この二人に分かってもらったらもうそれでよい。自作を語るなんてことは老体化になってからすることだ。